ペリー日本遠征記に掲載された、肖像画巻氏浅田だ同期元年7月19日は、琉球王国末期の官僚、政治家、通訳、いたらしき浅田だとも呼ばれる。首里に生まれる。名は、向井長勲。佐夫。巻氏をヤグも植え、浅田だと名乗る。当初はいたらしき、次に、台湾、最後にマキ氏と称した。国王直しの一族だが氏族であった。国学で学んで、 優秀さを認められ、1838年の作法者恩師に随行して、北京に留学、中国語を学んだ。琉球は1816年、英国軍艦、ライラ号のバジルホール艦長が滞在して以来、ここまで10回近い西洋船来航があり、アヘン戦争以降は増加傾向にあった。帰国後は、兄やマサスケに英語の手ほどきを受け、1844年に、 異国通事となる。英国人宣教師ベッテルハイムからも、さらに深く英語を学んだ。その後、仏人宣教師カションからも、仏語を学んでいる。また、松村宗子により、当主を学んだという。西洋戦との交渉で、警戒に当たる薩摩藩当局に能力を認められ、結びつきを深めた。1851年には、西洋人との交渉に当たった功績を、 薩摩藩名義で報奨される。同年、帰国のために琉球に寄港したジョン万次郎の取り調べを担当し、米国史と政治体制についての教えを受けた。この知識が後のペリー艦隊との交渉で、米国側を驚かせた。1853年5月には、米国ペリー艦隊が来訪し、通事として交渉に当たった。上海で雇われ、 ペリーの秘書役を務めたベイヤード・テイラーの手記やペリー帰国後に交換された総合報告書ペリー日本遠征記では一ら自治と記録されている。日本遠征記には発言した内容がそのまま記録されているがやや片言で流暢とは言えないものの意味は通ずる英語力であった。この琉球来航と日本への来航計画は薩摩より幕府に通報されたが7月の裏側への 黒船来航の対応にはうまく生かされなかった。1854年1月にはペリー艦隊の来航直後にロノプチャーチン艦隊が那覇に寄港した。7月には流米修好条約、1855年11月には流仏修好条約が結ばれている。1855年に台湾児童、1858年に牧師児島となり、 ここで牧師親具も上と名乗った。これらの昇進も、薩摩の引きがあればこそである。薩摩藩主、島津成明らは、数々の反省改革を推し進め、幕政への関与も睨んでの軍備増強を図っていた。成明らは、幕府老中、安倍正宏から、名目上の外国である琉球と、諸外国との通称を容認する現地を取り、琉球を経由して、フランスよりの軍艦、 兵器の購入や交易を計画した。1857年そこで、琉球王府交換のうち、薩摩に協力的でない三主官のザキミ政府を罷免させ、皇太人事でも親薩摩派を選出させた。その中でもマキ氏は、成明の声がかりで、身分や官令を無視し閣僚にあたる、票15人のうち秘長一人に任命された。フランスとの交渉には、 薩摩から市騎士郎が派遣され、琉球側は、牧氏や巨物奉行の恩賀朝日差しらが当たっている。ところが、1858年の成明の休止で、事態は一変する。薩摩藩では、成明の改革路線を苦々しく見ていた先代の成沖と保守派が実権を握り、成明派の西郷高森らが排斥された。また、欧米との貿易は打ち切られることとなる。 とはいえ、フランスとはすでに契約を結んでしまい、現場担当の白井をはじめとした薩摩役人と、牧きらは、解約に苦慮した。琉球王府内の反薩摩派は、薩摩の政変を注意深く見極め、島津久光が、積極的に介入はしないと確信し、親薩摩派への報復に動き出した。百五十九年、ザキミヒメン後の三士官選挙での不正、薩摩との増や、 公金横領を、国王配立の無本といった容疑で、三四官のおろく吉忠、王族の玉川王子朝たち、牧氏、恩柄が逮捕、尋問された。それぞれに拷問が加えられ自白を強要される。玉川王子も拷問にかけられるところを、津波小生成が反対し、王母に訴えて、刑を免れさせた。翌年、牧氏が選挙での不正を自白し、牧氏は、 久米島二十年の流刑、恩賀は同じく六年、愚くは家島に五百日、玉川王子は湿居のみとなった。恩賀は刑確定まで獄中にあったが、同年、拷問で衰弱し、流刑前に死亡した。薪氏は計確定後も牢獄に収監されたままであった。1862年6月、英語教授役とすべく、薩摩役人が牢獄に押しかけて薪氏を保護し、 鹿児島への植国を命じたが、イヘア東沖で船から身を投げて自殺した。これには反薩摩派の暗殺説もある。この件での薩摩犯の思惑は、生麦事件への対処のために、英語能力が必要とされたとの説が有力であったが、マキ氏の死は7月19日、生麦事件は8月21日であり、正確な理由は判然としない。なお、マキ氏の在番氏への英語教授は、 1853年から行われていた。ありがとうございます。